はい、どうも皆さん、こんにちは、ヤヨンでございます。スマブラやっていきましょう。もう、神よ、本当にもう、本当最高だから、もう、スイッチのスマブラ最高だよ、もう、本当に。ということでね、まあ、これはまだ Wii U なんですけども、発売日は12月7日というね、今年の12月7日に決まりましたんでね、もう、いよいよタイムリミットが刻一刻と、ね、迫っていくわけです。ワクワクのタイムリミットでもあるし、もちろんね、Wii U の寿命でもあるんですよね。12月7日を過ぎたその瞬間、 Wii U の存在価値は無に等しくなると私は思っております。まだね、スイッチのスマブラが発売される前まではスマブラができるのは Wii U だけだから、ああまあそれはちょっとおかしいけど、まあね、最新作のスマブラは Wii U ですから、まだね Wii U でやりますけど、もうねその日をね過ぎたらね、 Wii U でスマブラはほぼやんないやな。ということでね、リドリーがね見事参戦が決定しましたね。ということでね、もうちょっとね、もうスマブラがやりたくってね、しょうがないんだよ。そう、スマブラやりたくてしょうがない。ちょっとさ、みんなで楽しくやらない、スマブラ。ということでリドリーが参戦したんでね、リドリーってもともとねボスだったんですよ。まあ皆さんご存知の通りボスだったんですけど、もうそれがねまさかのプレイアブルになるということで、リドリーがね、ファイターとして参戦するわけなんですよね。まあ、海外からのね、意見がすごい多かったと思うんで、まあ、ミュウツーとかもね、海外からの意見でね、参戦したわけですけども、参戦というか復活したわけですけども、まあ、復活といえばね、まあ、全員スネークも復活するわけですけどね、やべえ、ほんとね。これなんか、リドリーはほんとに海外の意見がすごい多かったみたいなんでね、まあ、リドリーまさかの参戦ということで。そしては、ドンキーの宿敵であるね、キングクルールとかもね、一緒に参戦してほしいな。めっちゃしてほしい、キッククルールは。ということで今回ね、サウスを使っていこうかなと。で、まあ、一緒に歩いてたマリオと、じゃあロックマン。なんでロックマンだったかね。なんか潜入っぽい感じだったからさ、なんかスネークとかでもよかったんじゃない、ちょうど発表した後なんだからさ、スネークとかをさ、ちょうどマリオとかとこう侵入してる感じでさ、でリドリーに襲われたみたいな感じでもよかったね。なんでロックマンなんかな、同じ他者だったらねスネークでもよかったんじゃないかなと思うけど。あと1体をゼロスーツサブスでいこうか。でね、どこだっけ、ここか、ここでほらリドリーが出てくんだよ。このリドリーがね、まさかのファイターですから、なんかめっちゃなんかちっちゃく感じちゃうよね。こんなにでっかかったやつがさ、そんなになるわけだから。さあ、言うてスマブラも久しぶりで、かつサムスもあんまり使わないキャラだから。さあ、ゼロと普通のサムスの対決。本望。結構ね、ああ、そうか、アイテムもね、ありにしたからね、いっぱい。アイテムありとか全然やんないからな。アイテムも今回、なんか結構追加されるみたいでね、いろんなのがありましたけど。そういうのもやっぱ面白いよね。お！危ない！スマッシュボール！このスマッシュボームというのがなんか、新しいの出てくるみたいね。あ！リドリー来た！あ、やられた！クソリドリーめ！これやろう！てめえはボスなんじゃねえんだよ、お前ファイターだ。こんなでっかかったわけだからね、すごいちっちゃく感じちゃうよね、ファイターになると。あ、やられ、あ、誰だ、俺が倒す、一品倒した、やったぜ。あ、新品になってる。クソ、スマッシュボール取ったのに。あっ、ぶっ、うれ、なにこのゴキブリみてえな、こんなんあったんだ。よし、一品だったぞ。はっ、さあ、リドリーは私の味方だ。あ、なんだと、新品にされちったよ。よし、一品だったぞ。リドリーがね、こんな飛んでるわけだから。うわあ、あ、仲間か。やったぜ。お、スト、イエーイ、スタマは強えよな。あ、やばい、リドリーがまた敵に取られた。リドリーは私の味方だ。
おお、あぶれあぶれあぶれ。リドリーこんなことしてくんだもんな。だからちょっとこのリドリーを見てるとファイターとして出てきた時派手さがないかもね。あれも結構見た感じね、桜井がやってるプレイ動画とか見たけど結構派手だったけどね。あとサムス空中だとこれ貯められないけどね、なんかスイッチから貯められるようになったみたいなんでね、それも強化されていいで。いや、やばい、まずい、やめて、そのカレー、ほら、お、スマッシュボール、と、取られたら負けるっていうか、取らなきゃ。おーし、オッケー、どういうんだっけ、ビームだよな。やったぜ面白いサムス。ということで、先ほどもずっと出てきたあのリドリーがね参戦ということなんでね、楽しみですね。めっちゃ楽しみだよな。何体ぐらい出るかな、あと新キャラ。これでインクリングとリドリーが参戦したわけなんで、あと3体ぐらいは来るんじゃないかなと期待してますけどね。いやー、ほんとスマブラが面白い、面白すぎる。まあ今回はこれで終わりするけども、まあ記念にね、リドリー参戦記念にちょっとリドリーと戦ってみたということでした。ということでね、この吹っ飛ばせダイアントスマッシュブラザーズ Wii U の実況プレイ、まあ、パートいくつかわかんないけど50、50、50、60ぐらいだけど思うけど、もう少しでこれも最終回か、もう少しですね、多分最終回という言葉は使わないと思うけど、いや使うかもしれないな、いや使わないな、多分使わないと思うけどね、もうそれがスイッチに移行されるわけですから、この Wii U とももう少しのお別れですね。それまでスマブラやりたいときは Wii U で頑張っていきたいと思います。ということで今回はこれでお会いしたいと思います。では皆さん、さよなら。